あ、こんにちは。お散歩ですか？天気もいいし、絶好のお散歩日和ですものね。私ですか？私はここで占いをしていました。私、占い師をしていて、よくこの通りで鑑定をしているんです。いいですよ。それではここに座っていただけますか？私は主に自分の霊感とこの水晶のドクロを使って占っています。では占います。あなたの運勢は最悪です。待っているのは苦しみのみ。火に焼かれ、水に打たれ、財産は消失し、親しき人は離れ、ただ一人惨めに死んでいくでしょう。そうなりたくなければ今すぐ私の前から立ち去ってください。とっとと失せろこの野郎。お父さん、いい加減にして。忍が怖い。すみません、今のは父が勝手に発言していただけで占いではありません。気になさらないでください。父はもともと高名な霊媒師で、占いにも秀でていました。本来は占いの的中率もとても高いのですが、どのような結果が出たとしても、男性には悪いことだけを、女性には良いことだけを伝えるので、占い師には向いていないのです。それでは改めまして、私が占わせていただきます。あなたは不思議な方ですね。今までに見たことのない運気が見えます。あなたの過去は深い闇に覆われていて、どのような星の元を歩いてきたのか伺い知ることもできません。そしてあなたの未来には様々な苦難が立ち塞がるようです。悩み苦しむことも多いでしょう。避けられない惨禍に悲嘆に暮れてしまうかもしれません。すみません、勝手に占っておきながらこのようなことを言ってしまって。これからお悩みになるようなことがありましたら、よろしければ私のところに相談に来てください。占いがお力になれることもあるかもしれませんから。それと過去にも未来にも共通して見える運勢があります。初難の層です。しかも桁外れの、とても数多くの女性と深い縁で結ばれていて、あなたの根源世界に強く影響しているようです。あまり感心しませんね。女性とお話しするのは節度を持った方が良いと思います。あなたはその誤解をされやすいと思いますので、なんというか優しすぎるのが良くないです。あまり優しいと勘違いをしてしまう方もいるかもしれませんし、つまりこの占いの結果は、どうした忍？真っ赤になって熱でもあるのか？なんでもないよ。私失礼しますね。さよなら。忍。